こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では秋服についてお話をしてみたいと思っています。まあ、9月に入ってからですね、だいぶ気温が落ち着いてきたので、まあ、そろそろ秋服を買いたいなと思っている方も中にはいらっしゃるのかなと思っています。まあ、確かにですね、秋ってどんなものを着ようかなかなかイメージが湧かない方も多いかなと思っています。まあ、最近はですね、夏ずっと暑くていきなり寒くなるっていうことも多かったりするので、この秋服っていうところに迷われる方が結構多いと思うんですね。まあ、そんな時にこの5つのアイテムを持ってると秋服としては十分なのかなというものをですね、今回はピックアップして持ってきましたので、こちらをですね具体的に紹介をしていきたいなと思っています。ちなみに今回持ってきたのは上半身のアイテムなんですね。まあ、ファッションって上半身のイメージが変わるとだいぶですね、全体的なイメージというものも変わってくるかなと思うんですね。まあ、ボトムスに関しては正直ですね、2パターンぐらいあれば十分かなと思っていて、シンプルなブルージーンズと、あとはですねスラックスタイプがあればですね、割と様々な着こなしに対応できるのかなと思っています。一方で上半身のアイテムをいくつかバリエーションを持たせておけば、かなりたくさんの種類のコーディネートが組めるかなと思いますので、上半身のアイテム5種類をですね、これから具体的に解説をしていきたいと思っています。このチャンネルでは30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1つ目からご紹介していきたいんですが、まず一番最初に持っておくと便利なのは、今僕が着ているですね、カーディガンになるんですね。これがあるとめちゃくちゃ便利かなと思っています。というのも夏服って T シャツ1枚で過ごすことも多いかなと思うんですね。まあ、T1 だとちょっと肌寒いなと感じてきたら、その上にですねこういったカーディガンを羽織ってしまえば着こなしがもう完成してしまうんですね。そういった意味でカーディガンってめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思っています。しかもカーディガン1枚あれば春にも使うことができますし、秋にも使えるんですね。まあ、この2つのシーズン使えるだけでもすごく便利かなと思うので、ぜひまだお持ちでない方はですね、カーディガンというものを持っておくといいかなと思っています。まあ、色に関しては僕が今着ているようなブラックですとかネイビーのような濃いものの方が様々なものに合わせやすいかなと思っています。僕は今ですねプリント系の白 T シャツを着ていますが、こういった白 T シャツの上に黒ですとかネイビーのカーディガンを羽織れば、まあ、コントラストの効いた着こなしが実現できますし、あとはですね今期のユニクロ U のエアリズムシリーズであったらライトブラウンですとかブラウン系の色なんかもあったかなと思うんですが、そういった少しですね面白みのあるカラーの上にブラックですとかネイビーのカーディガンを着て引き締めるというのもですね、かなりバランスがいいかなと思いますので、ぜひこういったカーディガンというものを買い揃えていただきたいなと思っています。でカーディガンって結構ですね厚みだとかサイズ感で見え方が変わってくるんですね。僕が今着てるのは比較的ですねオーソドックスなカーディガンタイプになっていまして、生地も薄手でサイズ感はジャストなんですね。まあ、僕のような割と痩せ型の人であればこういったカーディガンが合ってくるんですが、ちょっとぽっちゃり体型の方が薄手の素材感でなおかつタイトフィットのですねカーディガンを着るとムチムチして見えてしまうので、そういう場合は中肉厚のカーディガンを選ぶといいかなと思っています。少し厚みを持たせることで結構さまざまな体型の方にも似合いやすくなるので、まあ、カーディガンを選ぶ際には薄すぎない素材感を選んだ方が実はですね使い勝手がいいのかなと思っています。でそのようなカーディガンっていうのは実はユニクロにはあんまり置いてないんですね。ユニクロに置いてあるカーディガンっていうのは結構ベーシックなもので、生地感は薄いものが多いので、まあ、中肉厚のカーディガンであれば結構ですねグローバルワークなんかで展開していることが多いので、そういったお店に訪れてみるか、もしくはユナイテッドアローズグリーンレベルですとかエディフィスですとか、このようなセレクトショップなんかで買い物すると中肉厚のカーディガンが手に入るかなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、こちらにかかっているですねシャツですね。まあ、シャツというのは長袖なので、特に春だとか秋に1枚できるにはめちゃくちゃ重宝するアイテムなのかなと思っています。まあ、シャツもですね様々なバリエーションがあるんですが、2020年現代でちょっと今っぽいなという雰囲気が漂うのはこのようなバンドカラーシャツなのかなと思っています。通常の襟型ではなくてバンド状の襟型がついていまして、まあ、こういったものを着るだけでちょっと旬な雰囲気が漂いやすいかなと思っています。まあ、こういったバンドカラーシャツにも様々な色柄があるんですが、中でも1枚で着るのであればこういったストライプ柄のバンドカラーシャツがあるとめちゃくちゃ重宝するのかなと思っています。まあ、こういったシャツに対してボトムスはユニクロのスマートアンクルパンツのですねブラックですとかネイビーなんかを合わせてスッキリと見せてあげるとすごくバランスがいいのかなと思っています。まあ、こういったバンドカラーのシャツというのは1枚で
着てもいいですし、 T シャツの上に羽織って前を開けて羽織物的に着るのもバランスがいいので、さまざまな着こなしができるかなと思っています。まだ暑いうちはですね、腕をまくりながら着ていただければそれなりに体温調節ができるかなと思うので、2点目に秋服としておすすめしたいのはこのようなストライプ柄のバンドカラーシャツになります。はい、続いて3点目をご紹介したいなと思うんですが、これもですね、秋服においてはめちゃくちゃ重要度が高いアイテムになるんですね。それはですね、このような丸首のニットになります。大人の男性にとってこのような丸首のニットというのはもうマストアイテムだと僕は思っています。1枚着るだけでちょっと上品な雰囲気も漂いますし、コーディネートも簡単に組みやすいんですね。例えばこのようなニットの下にブルージーンズを合わせてもいいですし、スラックス的なものもあったりします。ですので1枚あれば様々な着こなしに転用しやすいので、丸首のニットは1枚持っておいた方がいいかなと思っています。カラーバリエーションはたくさんあるんですが、中でもちょっと明るさを出したいのであればホワイトですとかアイボリーですとか、かなり明るめのライトグレーなんかを合わせると非常にですね、明るさを取り込みやすいのかなと思っています。一方でブルージーンズなんかを合わせる場合はちょっとですね、ニットの色は引き締めた方がバランスがいいので、ネイビーですとかブラック系を選ぶとバランスがいいのかなと思っています。僕は結構丸首のニットが好きで、様々なブランドで買い物をするんですけども、もちろんユニクロのニットもよくできていますので、定番のユニクロのものもいいかなと思いますし、秋冬にも発売になりますユニクロ U の新作の丸首ニットもいいかなと思いますので、そういったものを買い揃えてもらうのも良いかなと思っています。ちょっと背伸びをしてユナイテッドアローズグリーンレベルですとか、あとはエディフィス、トゥモローランドなんかで買うのもいいかなと思っています。僕が今回持ってきたのはバトナーという国内のブランドものなんですが、このようなニット専業ブランドのものもすごくバランスが良かったですので、ぜひセレクトショップでチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、これはですね、去年まではあんまりおすすめすることはなかったんですが、今年に入って春夏からですね、結構いろんなブランドで展開することが多かったんですね。こちらのアイテムになるんですが、シャツアウター風のアイテムになりますね。見た目としてはほとんどシャツのように見えるんですが、生地がですね、先ほどのこういったバンドカラーシャツに比べるとちょっと厚手になってるんですね。ジャケットほどの厚みはないんですが、アウター的に羽織れるようなシャツになっていますね。このようなジャンルをシャツアウターと呼んだりしています。このようなアイテムがあると、例えば今僕が着てるような T シャツの上にさらりと羽織るだけで秋の着こなしが簡単に実現できるのかなと思っています。特徴としては生地が少し厚めだということと、胸ポケットですね、これが結構大きめのものがついてることが多くて、着こなしのちょっとしたアクセントになるのかなと思っています。 T シャツの上に重ねるのもいいですし、先ほどご紹介したバンドカラーシャツの上にシャツアウターを着るというのもかなりバランスがいいので、様々な着こなし方ができるのかなと思っています。僕が今思っているのはオリーブ色なんですが、他にはネイビーですとかブラック系のものを合わせてみるのもいいかなと思っています。で、こういったものはどこで買い揃えばいいのかというと、割と強いのがですね、 GU ですね。ユニクロではこういったものの展開ってあんまりないんですね。やるとしたらユニクロ U なんかで展開をするんですが、通常ラインにはこういったものはないので、このようなトレンドに強いのはどちらかというと GU の方なんですね。ですので GU でチェックするとか、もしくはセレクトショップなんかで見ていただくと、このようなシャツアウター型のものが手に入るかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目になるんですが、今度はちょっとスポーティーなアイテムなんですが、 T シャツ1枚じゃ肌寒いなとか、ちょっと体を動かしたいんだけど気軽に羽織物があるといいなという場合に重宝するのはこのようなアイテムですね。ナイロンジャケットですね。薄手のものであれば1枚持っておくとめちゃくちゃ重宝するかなと思っています。特に秋口なんかはですね、こういったものを僕は着ることが多いんですね。ノースフェイスですとかアークテリクスですとか、そういったブランドからですね、こういった薄手のナイロンアウターが出ていますので、ぜひ皆さんも1枚持っておくと便利なのかなと思っています。僕は去年このアークテリクスのものを買ったんですが、かなり薄手になっていますし、かさばらないんですよね。バッグの中にも折りたたんで入れることができるので、めちゃくちゃ重宝するアイテムかなと思っています。雨風にも強いですし、結構ストレッチも効いているので着心地もいいんですね。ですのでこういったものが1枚あれば、スポーツミックスみたいなものもですね、簡単に作りやすいかなと思いますので、皆さんに秋服としてお勧めしたいなと思っています。こういったスポーティーなアイテムを合わせるときには、ボトムスにブルージーンズだとちょっとですね、カジュアルすぎるので、先ほどもご紹介したようなユニクロのスマートアンクルパンツなんか合わせると、きれいめとカジュアルのバランスが作りやすいのかなと思っています。ぜひ皆さんも秋服の候補として、こういったナイロンジャケットというところも候補の一つにしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では秋服として用意をしておくと便利な
5種類のですね上半身のアイテムを皆さんにお伝えさせていただきました。正直ですね、こんな数のバリエーションは必要ないかなと思っています。今回ご紹介した5種類の中から気に入ったものをですね 2,3 パターンあれば十分回せてしまうのかなと思っています。中でも個人的におすすめなのは丸首のニットですね。これは外せないかなと思いますし、あとはシャツに関してはこのバンドカラーシャツか、もしくはシャツアウターか、どちらか1パターンがあってもいいかなと思っています。ちょっと旬っぽい感じであればシャツアウターがあると便利なのかなと思っています。それに合わせて少しスポーティーなこういったナイロンジャケットがあれば必ずですね役立つ機会があるかなと思いますので、気に入ったものをいくつか買い揃えていただきたいなと思っています。まあ、秋の服ってぶっちゃけるとそのままですね春にも使えたりするんですね。まあ、こういったバンドカラーシャツに関してもそうですし、シャツアウターとかニットですとかナイロンジャケット、そのままですね春服としても転用できるので、少し背伸びをして買い揃えても決して損はないのかなと思いますので、ぜひその点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからもファッションの役立つ情報をどんどん出していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。